チャオ、あっちゃんです。昨日買ってきた100均ダイソーのものを紹介したいと思います。はい、昨日ちょっとねお買い物行ってきて、ジャスコの中の100均ダイソー行ってきました。で、そこでねちょっといっぱい買っちゃった。3000円ぐらい買っちゃったで、いろいろ紹介したいと思います。まず何から紹介しようかなと、メモ、 A6 メモ、こんなメモ、あっちゃんねメモ書きしない、何でも書かない、だからメモを置いとこうと。で、こういうねもうほんまに普通のオーソドックスな真っ白ケッケで、ビリって破れるメモ、ビリって破れるメモやねんけど、こんなやつが2冊入って100円、これ買いました。で、これあったらねちょっとこう置いといたら、なんていうかな、ネット見ててちょっと気になること書いたりとか、ちょっとなんかこう話したいこと書いといたりしたらね、あの猫ちゃんメモもあんねんけども、猫ちゃんメモって破ってとかするのもあれし、大きさもあるけど、これやったらお買い物メモにしてもいいし、ピッピッピーって書いといて、あのお財布の中にでも入れといたらお買い物の時忘れへんかなと思って、お買い物メモにも使えるしねと思って、とりあえず買ってきました2冊。じゃあこことメインとこ置いといたら、で猫ちゃんメモはいつもあのベッドに持って行ったりとか、あの寝ててふって気づいたこと書いたりするようにしてんねんね。で、結構ねいろいろ書いてんねん、猫ちゃんメモもね。で、これ書いてる。あとお風呂メモ、この前買ったあのお風呂のメモ、お風呂の前に置いてあってね、お風呂に入りながらメモを書くっていうね、メモを書く、とりあえず何冊か置いてメモを書く癖をつけないと、これ癖づけのもんやってあっちゃうもんね。だからメモ買いました。はい、ね、あと次買ったのね、キッチンバッグ、普通のレジの横、レジのあのサッカー台のとこ置いてあるスーパーのあの袋みたいなやつ、これ結構便利で、ね、あれ入れて、食材入れて、調味料入れて、もみ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 ってしてから粉入れたら唐揚げになったりとかね、そんなんするのに、もうできるだけいろんなもの汚さずにキッチンする奥園流でね、よく使ってるキッチンバッグ、これあって、前200枚ぐらい入って100円で買ったけど、ちょっと170枚で100円なんで、ちょっと値段がね、値段上げられへん分数で減らしてるんだと思うけど、170枚で買ってきました。はい、でホワイトボードのペンセット、いろんなセット、これちょっとね、ホワイトボードのペンねあってんけどなくなっちゃったね、だからまたこれ追加で買ってきた。うん、あと何を紹介しましょうかね。だし巻き卵レンジで簡単、ちょっとネタになるかなと思って、ネタになるというか、まあどんなもんかね、面白そうやったんで買ってきました。またこれ使ってみたいと思います。で、あとはクリーム絞り器、ちょっとこう面白い、これもなんか使えそうなんでね、シリコン絞り出して、おもちゃ作ってもいいし、でも食べ物絞り出してもいいし、使いましたかね、食べ物は食べ物、おもちゃはおもちゃ使わなかったけど、とりあえず1個ね試しに買ってみた。生クリームを絞り出してデコレーションしてもいいしね、もうそろそろバレンタインやし、なんか考えようかなと思って買ってきて、まあバレンタイン使うかどうかは別としてね、何かに使えるでしょうと思って買ってきました。で、マヨネーズ入れてマヨネーズデコってもいいしね。何をすんねんちゅう話。どんだけマヨがやねんちゅう話。と、あと、激おチキン、激おチクンキング。これね、使ってたら減っていくねん。この前も買ったやつね、だいぶなくなったから、また買っていいじゃん。これはね、4個にカットされてるやつ。これぐらいの、石鹸ぐらいの大きさ。チャリンコのライト、あっちゃんのチャリンコライトついてるの、夜中走るのに危ないしさ、だからライト買ってきた。で、グルーガンの種、はい、と、万能のハケ、塗るやつ、塗るハケと、コロコロローラ塗るやつのスペア、ちょっとね、したいことがあるね、と、電池、炭酸と炭4と、100均のナノブロック、のパンダちゃん買ってきた。と、なんかね、アニマルビーズキット、ちょっとピュアみたいで可愛いでしょ、またビーズキット、目悪い言うとも、こんな細かいのね、ビーズキットでなんか作ろうかなみたいなね、さあ、いつになるかするかしないかわからない、わかんない、
それとあとはね、あとはね、あ、もうちっちゃいハケ。どこ行くかなーと。額縁。うん。だけ買ってきた。うん。以上です。はい。額だけ200円やね。うん。だから全部で、何本 ?3000 円ぐらいやった。うん。ということでした。ということで、たっちゃんの100均お買い物紹介でした。他にもいろいろ買ってきてあるんでね、また紹介するかもわからへんし、もう使いながら紹介するかもわからへんけど、とりあえずまあ、今日は今回100均の買ってきたもんだけ紹介してみました。またいろいろね、チャンネル、何かに使えるかなっていうので、動画が広がったりするんじゃないのかなと思います。では、またね、バイバイ。